私はエリ。実家から通学している大学2年生だ。会社勤めの父と専業主婦の母の3人で暮らしていた。私が大学に入ったばっかりの頃に父方の祖母が倒れ寝たきりになってしまい、我が家で介護生活を送ることになった。母方の祖父母や父方の祖父はすでに亡くなっており、母はもう父方の祖母だけだからと同居して最後まで看取る覚悟を決めたそうだ。祖母は認知症も発症しており、そのせいか暴力的なところがある。母は何もしていないのに怒鳴られたり噛まれたり、せっかく作ったご飯をひっくり返されたりと、それはそれはひどい仕打ちを受けていた。母は祖母を施設に入れることを検討していたが、父が許さなかった。自分の大切な母親だから自宅介護しか認めないという理由だった。専業主婦なのだから介護も母の仕事という考えだった。私も介護を手伝ってくれるヘルパーさんを頼もうと提案したが、やはり父が拒否をした。知らない人を家にあげたくはないとの理由らしい。母が専業主婦ということもあり、24時間付きっきりで祖母の世話をせざるを得なかったのだ。もちろん私は母の負担を考え父に反論したが、受け入れてくれなかった。お前が金を出すなら考えてやるとまで言われる始末。父は介護や家事を母に押し付けて仕事ばかりしている。男は仕事、女は家のことという古い考えを持つ人間だ。私も学業の合間に介護を手伝い、母と二人何とかやっていた。そんな時、本当に突然祖母が亡くなったのだった。もちろん悲しみはあったが、正直やっと介護から解放されると喜んでもいた。母も同じ気持ちだったようで、祖母の葬式では不謹慎かもしれないが、お互いお疲れ様と称え合ったのだ。祖母の葬式も無事に終わり、普通の生活にようやく慣れようとした頃、父から LINE があった。エリ、お父さんとお母さんは離婚することになりました。エリの大学の費用はきちんと払うので、その辺は心配なく。今後エリはお母さんの名字を名乗ってください。もろもろ詳しいことは後ほど。私は驚きを隠せなかった。そんな素振りは全くなかったと思う。介護に忙しく気づかなかっただけなのか。何より母はそれで納得しているのか、母のことが心配になり、私はすぐに母に電話をかけた。お母さん、お父さんと離婚するって本当？本当よ。お父さんから聞いたの？え、いつの間にそんな話してたの？っていうか、それでいいの？いいの。エリには言うか迷ってたんだけど、お父さんずっと浮気してたの。おばあちゃんの介護も終わったし、この機会にって。浮気？え、相手の人は？お父さんの会社の若い人みたい。詳しくは知らないけど。それって慰謝料取れるでしょ。もういいの。お母さん疲れちゃって。おばあちゃんの葬式の日の夜、離婚届渡されたのよ。こんなに頑張ってきたのにこの仕打ちなんて、虚しくなっちゃって。お母さん。母の声は元気を装ってはいるが、どこか落ち込んでいるようにも聞こえる。母が精一杯介護を頑張っている間に父は浮気をして、挙句私たちを捨てるなんて信じられない。父のこと親としてももう尊敬できない。私の中で怒りがふつふつと湧き上がるのを感じた。ちょっと私もお父さんと話していい？このまま離婚するなんて納得できない。いいけど。母に承諾を得て、私はすぐに父に電話をした。お父さん、離婚ってどういうこと？お母さんと二人で決めたことだ。おばあちゃんが亡くなってすぐなんてひどすぎる。ずっと前から考えてたんだ。それがたまたまこのタイミングだったってだけで。とにかく、もう決めたことだから。浮気してたって本当？浮気じゃない。本気の付き合いだ。結婚を考えてる。私たち家族もいるのに？最低。うるさい。大人になればいろいろあるんだ。お父さんとお母さんの問題だ。口出すな。
そう言って父は怒りながら電話を切った。昔から自分に都合の悪いことがあると強制的に話を終わらせ、それ以上話をすることを嫌う人だった。こんな大切な話でも逃げる姿勢を見せる父には失望だ。それから何日か母と共に父との話し合いを試みたが、時には怒鳴られ、怒られ、のらりくらりと逃げられるばかりだった。そしてついに母は諦め、離婚届を提出すると決断した。慰謝料や養育費はなし、財産分与を多めにもらうことで話がついたらしい。母は表面上は納得している様子だが、私には介護や離婚で疲れ切っている母を父がうまく丸め込んで離婚をせかしたようにしか思えない。私はこのままでは済ませられないと思っていた。私は父の浮気相手とどうしても話をしたいと提案した。父は初めは断ったが、私の粘り強さに負けてついに承諾してくれた。ただし対面で話をするのは何かあった時に怖いということで、 LINE でメッセージを送ることのみ許可された。父も LINE の内容を把握するため、私、母、父、そして父の浮気相手の優子でグループ LINE を作ることになった。優子さん、グループに入ってくれてありがとうございます。お前変なこと言うなよ。どうしても優子に言いたいことがあるって言ったけど、何なんだ。父をよろしくお願いします。聞いてるかどうかわからないけど、父は最近自分の母を亡くしました。私の祖母です。私の母と一緒に介護の後、亡くなりました。あなたのお父さんから聞きました。お母様が亡くなって新たな人生を歩むつもりだって。四十九日も終わったばかりです。介護は過酷なものでした。祖母は認知症を発症しており、私たちに対しても暴力的で、何度も蹴られたり殴られたり、母と二人でずっと耐えていました。何が言いたいんだ。ご飯は作った蕎麦から捨てられました。まずい飯を作るなと怒鳴られながら、作り直している時にお鍋をひっくり返されたり、時々近所を徘徊してご飯を食べさせてもらってないと知り合いの家で食べて帰ったり、食べてる途中に急に怒ってお皿ごと床に叩きつけられるんです。何枚お皿を割ったかもう数えてません。だからお皿をプラスチックにするんですけど、子供扱いするなと殴ってくるんです。でもそれはあなたたちがまともにご飯を作ってないからと聞いています。おばあさまはご飯も出来合いなものを食べさせられてひどい扱いを受けていたって。とんでもない。母が毎食手作りでしたよ。父は作り置きが嫌いで、どんなに大変でも作ることを強要してきたんです。時には40度を超える高熱なのに母に食事を作らせようとしたこともありました。さすがに私が作りましたけど、そんな中でも介護は休みがないし、母は馬車馬のように働いていました。女が家のことをするのは当然だろ。何を甘えたことを言ってるんだ。そう言って父は祖母を施設に入れることもヘルパーさんなどの手助けも拒否しましたしね。女が家のことをするのは当然らしいですよ。優子さん、もし父と一緒になったら家事も何にもやってくれないので覚悟がいりますね。何を言ってるんだ。ところで優子さんはご両親はご健在ですか。どちらもまだ元気だけど。それは良かったです。何年か後介護が必要になった時はどうなるでしょうね。人って介護するなら誰の手助けもなく一人で頑張らないといけないかも。私たちみたいに。そもそも女の親ということで父が同居拒否するかしら。古い考えを持っているから。おい、おしまいだ。ふざけてる。待って、聞いてた話と違います。あなたのお父さんからはあなたたちはろくに家事や介護もせずに家を荒らしていて愛想が尽きたと。私に嘘を言っていたの。何を言ってるんだ、馬鹿らしい。エリさん、今日はありがとうございます。少し考える必要がありそうです。優子さんは
父から私たちのことは家事や介護をおろそかにするひどい人たちだと聞かされていたようでした。私の LINE によりどうやら話と違うようだと気づき、父に問い詰めたところ、誠実に話ができない人だと分かったそうです。父が勝手に盛り上がっていただけのようですが、結婚すると言っていた話はなしに。優子さんと父は同じ会社で、優子さんを通してこの話は会社中に広まってしまいました。定年退職するまで会社中の人間から冷たい目を向けられることでしょう。父と母は離婚を成立させ、私は母と暮らすことに。 LINE の時は傍観者だった母も正直すっきりしたと今は軽やかな表情です。優子さんはとてもいい人で、この LINE の後個人的に連絡をくれ、私たちの家庭を壊してしまったことについて謝ってくれました。慰謝料の提案もしてくれましたが、母と私は丁重に断りました。優子さんから慰謝料をもらうことより、父ときちんと離婚できたことと、父に一泡吹かせてやったことの方が価値が大きいのです。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニックさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。